トット・エドワーズはアメリカ合衆国ニュージャージー州ブルームフィールド出身のハウス、ガラージミュージックプロデューサー、シンガー、グラミー賞受賞者、現在ロサンゼルスに在住している。エドワーズの音楽は1990年代中期のイギリスに発生しようとしていた UK ガラージというジャンルに対する大きな影響力とみなされている。エドワーズは評論家のサイモン・レノルズが ボーカルの断片をクロスハッチングしてメロディックでありながらパーカッシブな私服のシャックリのハニカムにすると表現する徹底的なサンプリングリミックステクニックによって名前を知られることとなった。ソロアルバムと他のアーティストのリミックスのいずれにも用いられているこの複雑なボーカルサンプリングテクニックは時に元のトラックをほとんど判別できないものとする。 エドワーズが手掛けた数百に上るリミックスの中には、ワイルドチャイルド、サンジェルマン、ベンジャミン・ダイアモンド、ジャスティス、クラクソンズ、ディミトリ・フロム・パリなどのアーティストの作品がある。エドワーズは、ダフトパンクのアルバム、ディスカバリーに収録されている、フェイス・トゥ・フェイスに共同プロデュースと、ボーカルで参加している。ダフトパンクとは、2013年のアルバム、 ランダムアクセスメモリーズに収録されているフラグメンツ・オブ・タイムでも共同ライティング、共同プロデュース、ボーカルの提供を行ってコラボレーションしている。また、この作品によってエドワーズはグラミー賞を受賞した。トット・エドワーズは1992年頃、その音楽キャリアをスタートさせた。エドワーズは4つうちのビート上に、ボーカルのユニークなコラージュを作成するという、 手法によってボーカルを再構成するテクニックを用いる。このテクニックにもともと関与していたマーク・ MK ・キンチェンがエドワーズに影響を与えた人物の一人である。エドワーズは信仰に関する青春時代のネガティブな経験の後、1990年代に敬験なクリスチャンとなった。このことは繰り返しエドワーズのコラージュに見出される隠れたメッセージ。 すなわちしばしば含まれる宗教的なフレーズに明らかである。その初期にハウスミュージックの影響を受けたエドワーズの作品は UK ガラージシーン、そしてニステップシーンの形成において大きな役割を果たした。楽器の代わりにボーカルをサンプリングする独自のサウンドはトット・テリーや MK、また自身の試行錯誤に基づく経験からヒントを得て開発したものである。 1995年、フランスのアーティストであるサンジェルマンからエドワーズに対し、エドワーズのマネージャー経由で、自身の楽曲、アラバマブルースのリミックス制作の打診があった。サンジェルマンが影響を受けたプロデューサーに言及している、この楽曲には、エドワーズの名前が含まれていた。制作され注目を集めることとなった、アラバマブルースのリミックスなど、 この時期のエドワーズは優れたオリジナルリミックス作品をいくつか生み出していた一方で DJ 活動に着手したのは2000年代前期になってからであった。ギグのためイギリスに渡り始めたアメリカ生まれアメリカ育ちのエドワーズはすぐにヨーロッパでアンダーグラウンドの支持を得た。エドワーズはダフトパンクのアルバムディスカバリーの収録曲の一つフェイストゥフェイスの 共同プロデュースとボーカルを担当した。この楽曲は2004年、ビルボードクラブチャートで第1位となった。2006年には、LP、オデッセイの各トラックでボーカルを披露しているが、ここでは様々な変名を使用している。2012年、フランスのプロデューサー、サーキンと EP、アイウォンというバックをリリースした。2013年4月、ダフトパンクのアルバム、 ランダムアクセスメモリーズへの参加が明らかになった。エドワーズがになったのはフラグメンツ・オブ・タイムのボーカル、共同ライティング追加制作であった。第56回グラミー賞においてランダムアクセスメモリーズは最優秀ダンス・エレクトロニカアルバム賞、最優秀アルバム賞を受賞した、この他最優秀アルバム技術賞も受賞している。 フラグメンツ・オブ・タイムで助力したエドワーズは、これに伴い、グラミー賞を初受賞した。今日もエドワーズは、トラック制作、リミックスを継続しているとともに、今後多くのツアーを計画している。2013年7月に DJEasy と臨んだ、インタビューにおいてエドワーズは、自身が歌唱し、ランダムアクセスメモリーズに参加したエンジニアの、ピーター・フランコが共同プロデュースする。 ボーカルアルバムを企画している、およびこのようなプロジェクトを進めるよう説得したのは、ダフトパンクのトーマ・ヴァンガルテルであり、ヴァンガルテルがこれを監督する、可能性があると述べている。洋楽法学英語日本語。ありがとうございます。